ックスです。お願いします。僕たちゴシマックスと言いましてですね、ちょっとこの服にも出ちゃってるんですけれども、大学時代の野球部の同期で2人とも、ね、コンビを組んでるんですけれども、慶応大学の野球部そこ大丈夫そか、で慶応大学の、野球部の同期で2人ともね、そうなんですけども、慶応大学野球部と言いますと、結構早慶戦とか皆さん聞いたことあるかなって思いますけどね。慶応戦な、慶応が好きやすい、慶応戦軽装戦とかも皆さん知ってるかなって、そこはね、大学の、野球部で同期だったんですけれども、今芸人やってますから、もういろいろ悩みが多くてですね、とにかく今はね、お金がもうなくて、福田幸先生ね、なくてですね、幸先生で、もう遊べないんですよ、お金がないから。遊べないな、確かに。女の子とも、ギャルとも全然遊べないんですよ。ビリギャルな、ビリギャルが。慶応に入ったビリギャルが本物のギャルだから。あれ慶応に入ってるの、最初に。あれがギャルじゃないから。ビリギャルのみだから、ギャル。全く違いますよ。違うね。ミュージアルのみちょぱと全然違うじゃないか。いや、でもとりあえずもう悩みがいっぱいあって、そうやって皆さんの前で話すときも緊張で、もう汗も出てきちゃうから、本当に。お前さ、そんな、早稲田みたいなことすんなって。早稲田ハンカチ王子は早稲田出身だから。そうか。早稲田みたいなことしてるの。みっともないから。そうか。早くしまおうかな。おろかな。おろかなことだから。ごめんなさい。慶応としてさ、自覚足りないよね。足りないか。愛も足りないし。何か。全然ないよ。俺も出身だぞ。いやいや、俺なんか慶応に通ってる寮が違うから。通ってる寮が違う。大学5年行ってるから。それ留年してないじゃん。愛だから。留年して5年か。愛がすごかったの。大学も流行してくれないし。単位が足りない。単位じゃない、愛が強かったんですよ。愛だから。あんなのあとお前さ、慶応出身なのに太りすぎだろ。関係ないでしょ。慶応シュッとしてるイメージある。みんな知ってるから。いや、出るもいるから。いないから。慶応に出るの。お前さて早稲田出身だな。早稲田をな、お前さっきからずっと何なんだよお前。シュッとしてる。慶応の顔かぶったさ、早稲田なんだろお前。認めねえよお前のことなんか。じゃあ痩せたらいいってこと。慶応、慶応、オッケーオッケーみたいな。慶応慶応って言っちゃってる。どうも慶応大学でした。